これから株式会社電研の紹介を始めます。よろしくお願いします。まずは会社のメイン業務を含めた自己紹介を簡単にお願いします。弊社はですね、 FA の開発製造、あとソーラーパネルの検査装置の開発製造、あと半導体関連であったり駐輪駐車場機器の開発製造やシステム管理、あと健康医療機器関連の開発製造と、あと板金加工と、あの6つの事業を展開している大分県に本社のある株式会社電研と申します。ありがとうございます。今回の展示会の一押しの製品を教えてください。はい、こちらに展示もあります半導体 EMC の DPI 法と150オーム法になります。こちらはですね、半導体不足を解消するために、あの IC の半導体の変更前後を比較して、あのノイズ耐性の透過性をの確認するサービスになります。ありがとうございます。この製品を導入することでどういった課題が解決されますか？はい、PCN や POL で製品が新しく作られなくなった際の置き換えに対応が可能となります。ありがとうございます。導入成功例を教えてください。はい、実際に急遽製造ラインが停止した、製品がありまして、その際に置き換えの確認に透過性評価を行いました。で、実際現在あの市場でも使われております。ありがとうございます。他社製品と比較した際の強みを教えてください。規格に準拠した基板作成だけではなく、透過性評価用に最適な基板設計にもご協力が、対応可能できるところが強みとなります。ありがとうございます。最後に一言メッセージをお願いします。弊社ではですね、 IC ISO 17025の試験所認定を取得しており、半導体 EMC に特化したですね、あの評価基盤の作成から試験、あと最終的なレポートのご報告まで、あの全てサポートさせていただきますので、ぜひあの弊社の方にご相談いただければなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。以上、株式会社電研の紹介でした。